こんにちは、ゼキザップです。今回は情報共有というところでサクッと動画をまとめております。で、共有したい情報なんですけど、 CT125 ハンター株のリコールが発表されました。で、発表された内容なんですけど、シフトチェンジペダルが折れます。で、ちゃんとね、公式の発表なんですけど、まあ、ギアのチェンジペダルにおいて、まあ、チェンジペダルのアームの形状が不適切なため、ボスとの溶接部分の強度が不足しているものがあると。まあ、そのため、変速操作を繰り返すと、溶接部分に亀裂が生じて、最悪の場合、走行中に溶接部分が破損して、チェンジペダルアームが脱落して、交通の妨げになる恐れがあるということです。まあ、この辺については、昨日自分が公開した1年間乗った感想という動画にも不満点で挙げていましたが、まさしくその通りとなっております。ただこの事態が発生したのはだいぶ前なので、かなりリコールの対応までが時間かかったなと思っております。ちなみに今回のリコールの範囲なんですけど、もうすでに納車されている方はほぼ全員だと思ってもらってもいいかもしれません。一応番号の方は掲載してますので、そちらから確認してもらうか、あとは動画の概要欄の方に公式の発表のサイトのね、ちゃんとリンクを貼っておりますので、そちらからご確認ください。自分としてはハンター株でね、どんどんロングツーリングとかそういうことをやっていきたいなと思っておりますので、まあ、今回こうやってちゃんとシフトのチェンジペダルですね、改善品が出てくるっていうところで、まあ、非常に感謝しております。いや本当に良かったです。これでね、ロングツーリングも安心してできるかなと思っております。まあ、この動画をきっかけに自分のチャンネル知ってくれた方も、まあ、結構ハンター株でツーリングした動画とか公開しておりますので、まあ、ぜひチャンネル内の動画見てみてもらって、もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。